皆さんこんにちは。今回何か刺激をさせていただきたいかというと、番組ご視聴いただいている方から、要望をいただきまして、ある件に関して言及させてくださいということでいただきましたので、この件に関して言及させていただきたいと思います。アンジャッシュの渡部健さんが今ね、かなり話題となってます。これは複数の女性と不倫をしていたということで、その中でまあ視聴者の方から、以前にまあアンジャッシュ渡部健さんのねラジオ番組に出演されたことがあるということなんですけど、その中で面識されたことがあるアキーラさんは、どのように今回のことを思いますかということでいただきましたので、今回ね、回答させていただきたいと思います。まあ、出たのがね、JA 部、JA 部の本社っていうのは、いわゆるその東京の、六本木ヒルズの33階だったかな、あるんですけど、その中で、渡部健さんのね、番組出させていただいたのが大体今から5年ぐらい前です。その中でお会いしてね、まあ、かなりいい方でしたね。で、まあ、すごく、で、その時まだ独身、5年前独身でしたから、その中で、まあ、あ、この人はまだ独身なんだなっていうね、自分独身ですから、その中で、まあね、出会いがあるはずなんだけどなと思いながら、まあ、独身なんですねと思いながら、ね、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、その中でね、まあ、今回実際まあね、今からどのくらい3年ちょっと前に結婚されてですね、で子供もできたということで、その中で多くの方が批判としてはやはり妻子がいる身でありながらその不倫をしたという点ね、これは紛れもなくやっぱり悪いことだと思うんです。そしてその中で、1人じゃなく複数の女性とということで、実際も結婚する前からそういう関係であった人々も結構いるっていうのは事実だと思うんですね。その中でまあね、不倫というのはいけないことですから、その中でそういうふうに言い立ってしまったってことはやはり良くない。で、当初まあ本人がまあ自粛するっていうことを、ね、番組出てる自粛するってことを言った時に何があったなって感じがしたんで、その中でまあ多分そういう系って大体自分も勘が鋭いんで、これ系かなって、女系かなと思ってたらやっぱその通りだったんですけど、その中でね、やはり芸能人たるものということで、まあどこで誰が見てるか分かりませんしね、であと関係者とかがやっぱりそういうふうにね、雑誌にね、流すこともありますし、そういったところやったら十分気をつけていかなきゃならないんだなっていうのは実感しました。まず不倫というのはいけないことですからね。でその中で、渡部さんということでね、まあどんな方かって自分が会ったってね、お話しさせていただいたらすごく聞き上手なんですよね。物腰柔らかくて割と低姿勢で、そして聞き上手でね、やっぱ MC として会う、だから人例えば番組呼んでね、人の話を聞くときに全部まあ聞いてそこから引き出してくれる、ここが非常にうまい方なんですね。でその中で、まあ、性格もすごくいいと思うんです。なのであれだイケメンで、性格も良くて優しくてで、気配りもできる、聞き上手、そういったところを考えるとね、まあ、モテて当然だったなって感じがします。これはやっぱり芸能人有名人というだけで、まあ、女性が寄ってきたりするのもあると思うんですし、それプラスアルファで先ほど言った顔がイケメンである、そして聞き上手、優しい、性格もいいと思います。でその中でそういった、ことで、まあ、余計に、ね、女性が引きつけてくると思うんです。その中でね、まあ、もちろん結婚する前から関係があった人もいるわけであって、その中で、まあ、本人も多分ね、その中で、まあ、道徳心とこの下心っていうかな、こういったところで葛藤してたと思うんですね。まあ、男性ですからね、誰でもやっぱりそういう性欲というか下心っていうのはあるとは思うんだけど、でもやはりね、やっぱり芸能人としてやっぱり大変ね、いやまあね、結婚しても3年2ヶ月経ちますけど、その中でやっぱり身の振り方をね、考えていかなければならないっていうのはね、分かったわけです。まあこういうふうにやってる芸能人って数多くいるわけであって、でその中でもし、妻子がない身であればね、このように叫ばれることはなかったわけだし、そう考えるとやっぱり独身貴族っていうのはね、幸せ、ある意味幸せなんだなって感じがするんだけど、まあいずれにしてもね、不倫はダメだなって感じはします。ただまあね、その中でやっぱりその渡部さんと付き合っていたんじゃないかっていうのは勝手に推測されてネットで書いてる人々がいるんだけど、これ立派な名誉毀損です。事実がないことを書いてるのことはね、特にで、その中でやっぱりそういったところも立件、やっぱ逮捕立件していくべきだと思うんだけど、しっかりとそこら辺はね、自信がない、確証がないことを勝手に書くなって言いたくなるんですよね。で、自分は渡部さんと会ったことありますけど、まあ、すごくいい方なんですよね、本当にね、聞き取り上手でね。だから今後どうなっていくのか、芸能界しばらく自粛してそこからどうしていくのかというところですね、考えられます。まあでもね、本当に47歳か、自分が5年前というか42歳だったから、その渡部さんがね、でその時もまあすでに売れていましたけど、
まああれだけのね MC をやってるテレビ番組でも、ね、あったりとか、あとはラジオ番組いろんなところで持っててレギュラーで出演したりとかあるわけで、活躍されてる方ですから、まあ非常に残念ではありますね。うん、まあとにかく、まあ今回は視聴者の方から、質問要望という形でありまして、それにお答えする形でね動画で発信させていただきました。